はい、皆さんこんにちは。今回はトイザラスでライドクミートレカフェーズ1とフェーズ2、5パックずつ買ってきました。毎月ハルクの病院で1回か2回岡山行くんだけど、そのついでにね、トイザラス寄ったりいろんなお店に寄って帰るんで、その時に見つけたライドクミートレカです。あともう少しでフェーズ3発売するんだけど、ついついね、見かけたら買ってしまいます。前目当てのカードのオーズ当てたんだけど、ビルドまだ当ててないんで、ビルドを狙って開けていきましょう。そしてフェーズ2の方からはレジェンドパラレルのエグゼード狙ってます。それでは早速フェーズ1の方から開けていきましょう。楽しみ。光ってるの出てくるかな。あ、もうすでに光ってる。ただあれだ、いらないやつ、あのエビみたいなやつ、なんだったっけ、もう忘れた。マッドウィール、ウェールかウィール、どっちか。そしてカマンティス、ピカホタル、スケボーズ、そうそうスケボーズ、このエビみたいなやつね。それのウルトラレア出てきました。いいじゃん、このパターンいいね。それでは2パック目、光っててほしい。お、光ってますね。確実にパラレルでしょうこれ、多分。毎回自信ないけど、じゃあ見ていきます。バレットバング、スマホ、カイザービー、そしてホッパーワン。え、じゃあホッパーワンのパラレルか。せーの、ドーン。あー、また出てきやがった、アッパレ武士道2枚目。なんでレジェンドライダーじゃないんだよ。もう惜しいな。これでもうパラレル可能性なくなっちゃったね。いやー惜しい。でもパラレル出たね。じゃあ3パック目。もう楽しみなくなったね。ガンバーホエル、パイレーツ、スパイクル、ホッパーワン、そしてスパイクル、レアですね。じゃあ4パック目。次 EX 狙いか。ダメだ。バーニングネロ、マッドウィール、ウェール、カイザービー、スチームライナー、そしてスチームライナー。そう、このパターン多いんだよね。ほんと。ラスト、5パック目です。うわぁ、ダメだ。今回、レジェンドライダー出てこなかったね。バレットバング、カイザービー、サスケマル、スケボーズ、そしてレスラーだ。これね、未だによくわからんけど、ダブルレスラー G? 何なんだろうね。ちょっと今日聞いてみよう。毎回わからんけど、そのままスルーしてるからね。それじゃあフェーズ2、1パック目開けていきます。これエグゼード狙いだからね、レジェンドパラレル。こっちにかけるしかない。え、これ何だったっけ?スターグバイン?これも聞いてみ、聞いたことあるけど多分わからんかったんだと思う。なんか聞き取りづらくて。フラワーローズ、フライローズか。闇バット、ホークスター、そしてレンキングロボだ。これね、最近レンキングロボは覚えた。じゃあ2パック目。頼ます、光っててほしい。ダメだー。バンバンブー、エナージル、タイムロード、サボニードル、そして、あ、出た、フォーゼ、レジェンドライダーカード、嬉しいね。じゃあ3パック目、こっちもパラレルお願いします。ダメだ、ハッピークローバー、爆音ゼミ、レンキングロボ、メカニッカニ、そしてなんだったっけ、これも、これもわからない。バクレシア、よくわからん。これも今日聞いてみよう。じゃあ4パック目。パラレルしか興味ありません。これ仮面ライダーだ。突っ張りヘビー、なんとかトンボ、グレアトンボ、よくわからん。そしてケスゾー、ライレンジ、そしてジオー、いいじゃん。いいね、ジオー。嬉しい、需要は。ラスト5パック目。パラレルどころか EX も出てこなかったね。
なんで悲しい、ちょっと、うわこれもダメだ、ウツボッチャマ見てみら、なんとかサソウリ、グレートンボ、ようからん、グレトンボ、そしてジャングルじゃんですね。ということでトイザラスで買ってきたライドキミートレカはね、フェーズ1の方からアッパレ武士道のパラレルが出てきました。それじゃあとりあえずこのレスラーのやつ聞いてみましょう。わからんかったね、やっぱりレスラー G って言っただけ。あのダブルは何だったんだ。じゃあ次フォーゼ入れてみます。結局ダブルってどう読むんだろうね。ダブルレスラーって読むのか、ちょっと分からんね。じゃあ次はね、トンボを聞いてみましょう。あ、グレイトンボか、毎回忘れる。そしてサソリ、これもよく分からんなんだよね。ブッサソーリか、ブッサソーリなんだ。ブッサソーリってやっぱ言ったね。ガチャンコ、おお、いい音声鳴ったね。じゃあ必殺技、グレートサソーリー、フィナーレ。いいね。あとこれなんだけど、バクレシアか、バクレシアだ。このフォントが難しいんだよね、使ってるフォントが B なのか何なのかがよく分かりづらいもんね。ただこれとこのフェースが合うやつ見つからなかったんで、もうとりあえずはバーニングネロとガッチャンコしてみます。バクレシア、あ、やっぱりバクレシアだね。やっぱりとこれとこれ違うね。これとこれか、あ、これとこれだね。パイレーツとマッドウィール、まあとりあえずね、この2セットガチャンクしてみましょう。最後にじゃあまずはね、マッドウィールから。そしてパイレーツ、まがまがしい必殺技、マッドパイレーツ、フィナーレ。いいね、めっちゃまがまがしかった。じゃあ次はこちらだね、自転車とクジラ。なんか相性めっちゃ悪そうだけどね、やってみましょう。スパイク、あっはっは、ガッチャンコ、スパイク、ホエール。なんか顔がなんとなく笑ってる感じがするね。じゃあ必殺技、スパイク、ホエール、フィナーレ。はい、といった感じかな。皆さんもね、もう少しでフェーズ3発売されるんで、ぜひね、気になった人はフェーズ1、フェーズ2、EX、そしてフェーズ0があるんかな、それね、チェックしてみてください。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。